皆さんこんにちは。今日はみんな大好きディズニーの星に願いをコード層で弾いてみます。いろんなコードネームを理解してテンションコードを加えるだけで少しおしゃれな曲層に変化します。楽しみながら学ぶ。先生もミスや間違いはあります。コードネームを理解していろんなテンションコードを活用できるととっても便利です。星に願いを。